デンマーク軍の召喚の征服に身を包んだ、ヨハン・フォン・エーバルト、1800年頃。ハインリヒアー・コップ・アルデンラートの絵画に基づく、CAEN 線の1835年のスケッチ。フレデリクス・ボージョー所蔵。ヨハン・エーバルト、1744年3月20日、カッセルから1813年6月25日、キールは主官、そして、軍事の専門家。 ヘッセンカッセル砲白陵の野戦量兵軍団に所属する隊員としてアメリカ独立戦争に参加しておりパルチザン戦術の専門家であった。その著書ウーバーデンクライネン,ン・クレグはこのような形態の戦争行為について専門的に記された最初期の書物とされている。彼はアメリカ独立戦争の間に体験した戦闘や観察について 多くの著述を含む詳細な日記を書き残している。ヨーロッパに帰還した後は、デンマーク王国の軍に仕え、ナポレオン戦争の時代には、現役の将官として参戦し、指揮を取った。ヨハン・エーバルトは、ゲオルク・ハインリッヒ・エーバルトとブライトハウプト家の、カタリーナ・エリザベート夫妻の息子として、カッセルで生まれた。父親は、死の郵便局の局長として、募記係の職に就いていた。 その父の死後、彼はひとまず母親に、そして母の没後は祖母に養育されている。1758年7月23日、彼はカッセルから東のザンダースハウゼンで7年戦争の戦闘を目撃し、14歳の少年として軍部に魅了されるようになった。1760年、士官候補生としてヘッセンカッセル軍に入隊する。そして、 エーバルトは1788年にカッセル出身のズダンネ・ウンゲビッターと結婚した。1813年、キール近郊の所領で没死した時、彼は5人の娘と1人の息子を残している。その息子、カール・フォン・エーバルトは後に父親の電気を公開した。ヨハン・フォン・エーバルトは第二次世界大戦の際、連合国軍による空襲で破壊された。 ザンクトゲオルク協会の墓地に埋葬された。エーバルトは1760年、16歳の時にアイテルホンギルザ不評連隊に配属され、7年戦争の数々の戦いに参加する。1761年、彼はマスケット銃の銃弾によって右足を負傷したが、3ヶ月で軍務に復帰し、その勇気によって順位に昇進した。 そして1762年11月の講話までに他の戦いに参加している。1766年には中尉に昇進した。1770年、決闘で重傷を負い、左目を失う。傷が癒えた後、彼はカッセルのカロリーヌムでヤーコップモービオンに支持して軍事学を治め、1774年には初の論文を公開し、 ヘッセン・カッセル・砲白フリードリヒ2世に称賛された。同年、この医兵の指揮を託され、大尉に昇進する。林業者や漁師から母兵された漁兵は、ライフリングを施した小銃を使用し、優れた狙撃手として知られていた。当時としては、一般的な行動ではなかったものの、ヘッセン・カッセル・砲白フリードリヒ2世もイギリスに、味方して、アメリカで戦わせるべく、 部隊をその王室のために招集した。3ヶ月半にわたる大西洋横断の後、エーバルトは1776年10月3日にニューヨークに到着する。そして、同月中にも戦闘に参加した。エーバルトは早期にイギリス側の戦術が敵を打ち破ることではなく、13、植民地の民を再び王冠のもとに引き戻すことにあると気づく。彼は勇敢。 大胆にして攻撃的であり、奇襲を好む士官であった。彼の部隊、グリーンコーツは、大陸軍に恐れられていた。そしてアメリカ独立戦争の間に、ニューヨーク、ニュージャージーやフィラデルフィア、チャールストンやヨークタウンへの遠征に参加している。1781年10月、チャールズ・コーン・ウォリス少将が、ヨークタウンの戦いで降伏すると、彼も、また捕虜となったが、 職業軍人及びパルチザン戦の専門家として敵軍と遊軍双方からの敬意を価値得た。ヘンリー・ノックス少将は彼に客分としてウェストポイントの視察を許可している。1783年、ヘッセンに帰還するとエーバルトは、その経験をウーバー・デンクライネン,ン・クレグに書き留め、フリードリヒダヨーをはじめとする読者の好評を得た。しかし、 その経験や功績にもかかわらず彼は平民としての出自を理由に昇進を見送られている。あとの1788年、彼は両兵軍団の軍団長としてデンマーク軍に移籍した。その2年後には貴族に除せられ、1801年にハンブルクの軍の指揮権を託される。1806年、彼は前衛の少将として、 デンマーク王国の中立審判につながりかねない、フランス軍及びプロイセン軍によるホルシュタインへの侵入を阻止した。翌年、シェラン島をイギリス軍から守ると、キール氏の総督に任命される。1809年には、フェルディナント・フォンシル・少佐を追うフランス軍を支援していた、デンマーク軍の指揮官として、シュトラールズン島行為し、軍港を建てた。続いて中将に昇進すると、 ホルシュタインの軍の指揮権を託される。1812年、彼はフランス第11軍団に合流する予定となっていた1個、師団1万名の指揮を取ることになった。しかし病気によって、それを返上せざるを得ず、間もなく、キール近郊の所領で没した。タスティン、P24, タスティン、PXXV、タスティン、PXY、AB タスティン、 P31, Taskin, P24. ありがとうございます。